にちは。今日は体操選手が実際にやってる筋トレを紹介したいと思います。で、僕のところによく体操選手ってどんなトレーニングしてるんですかって聞かれるんですけど、今日ご紹介するのは選手コースの小学校から中学生ぐらいが実際にやってるメニューで、ここの体操の先生僕の同級生なんで今どんなメニューやってるか見せてもらったんですけど、全部やると1時間半ぐらいかかっちゃうんですよ。それだけ体操選手ってこう4時間5時間の練習の中の1時間半は筋トレ、ベーシックな補強っていうんですけどね、僕らは体作りとか柔軟に時間をかけてるんで、その中で特にこう筋トレ系で皆さんにご紹介できるものを紹介していきます。実際にねやっていきましょう。まず何といっても体操選手は倒立系が基本なんで、これは浮き腰から倒立、これを10回いきましょうか。これはどこがきついかって肩ですね、一番ね、肩のトレーニング。10回きついな、さすがに小学生たち10回はやんないですね。5回ぐらいかな。はい、で全身のエクササイズが入ってるんで、次は体幹と足、スクワットジャンプしましょう。腹筋使って体幹使ってと。片足5回ずついきましょうか。久しぶりにやると子供の時を思い出しますよ。めちゃきつい。また倒立系ですね。今度やっぱね、押し上げ系、倒立で押し上げる力ってすごい重要なんで、これも肩とね、三頭ですね。で、この後ディップス10回。よし、次はね、釣りは行きましょうか。ほんで体操選手がやってるこう十字懸垂とか上水平、中水平っていうのは、高校のそうだな1年生ぐらいになってくると少しできるようになってくる。で、3年生ぐらいになってくると強い子だとある程度のバリエーションできるようになってくるんで、今日ねその基礎ですね、十字懸垂とかやんないですけど、引き上げていわゆるマッスルアップってやつかな、これを5回。4回5回。よし、そしたらまだまだありますよ。よくあとね、体操選手足鍛えないんですかって言われるんですけど、あんまりスクワットみたいなことはやらない、伸長性反射って言って膝を伸ばしたままのジャンプ系のトレーニング、タックジャンプだけやりましょうか。よくやりました。これもThank you.
歩行。久しぶりだな、これやるの。帰ってとかやりますからね、体操選手は。そして最後の締めいきましょう。最後はね、こいつロープ登り必ずやります。体操選手大っ嫌いでしょ僕。でこれを足を使わないで体操選手は登っていくんですけど、使う筋肉としてはこの二頭筋と広背筋ですけど、体操選手はそういうこと考えてなくて、いかに早く登って早く降りてくるか。いきましょう。よし、こんなもこ10年ぶりぐらいにやったんじゃないかっていうね。という感じで今何種目やったかな、今日ね7種目ぐらいかな、ちょっとやりながら忘れちゃいましたけど、まあ、こんな感じ一つ体操選手のトレーニング、ベーシックなものでした。これでもし今後も体操選手がやってるトレーニング興味あれば、動画にいいね押しといてください。実際に今日やったトレーニングっていうのは本当にベーシックなものだから、ここからさらに上級なものに変わっていく。あとはやっぱ釣り輪の力技っていうのがメインになってくるんで、そういうのね、興味ある方いいね押しておいてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。腕がいい感じです。 OK。